俺の区間は AWM。はい、どうも、お疲れです。えー、今回はですね、まあ、中国の SNS の方で、まあ、中国側のですね、小屋コードの開発者の方がいらっしゃるんですけれど、まあ、そちらの方の記事に、まあ、なんとですね、ニューわスの方が出たと、まあ、新マップの地図というのが画像に表示されているというわけで、まあ、そちらについてですね、まとめていこうかなというふうに思います。それでは、やっていく。 はい、というわけでやっていくわけなんですけれど、今出ているですね、ま、この画面が、中国の、ま、公約行動運営の、ま、開発者さんの SNS のアカウントの方ですね。ま、こちらの今見えております、一番上の記事の方に、写真の方に、ま、地図が載ってるんですよね。ま、こんな感じで写真の方がありまして、ま、右下の方に地図が映っているというわけですね。ま、こちらの方を、ちょっとですね、Photoshop の方で見ていこうかなと、ま、ここの、地図のここの部分が、実際その先に公開されていたスクリーンショットのここの部分なんだろうなって話をしようかなと思います。OK です。ま、こんな感じでですね、ま、その画像の方出してきました。 画像ののですすねね角度の方も変えてきてきおります、ねまあ、この画像を見る限りは細長いマップになるかもしれないなってのは思いますけれど、まあ、角度が違うんで、なんとも言えないところですね。実際出てみないと、マップサイズってのは分からないかなっていうふうに、あとマップの形ってのも分からないかなっていうふうに思いますね。で、まず、まあ、こんな感じの荒野の部分っていうのは、だいたい、ま、上のところですよね。はい。上のあたりっていうのが、ま、荒野のフィールドみたいな、そんな感じになってますよね。ここの部分。はい。ここの部分が荒野的なフィールドというふうになってますね。どうでもいいですけど、サハラ砂漠のサハラってどういう意味かしてます。あれ、あの、荒野って意味らしいですよ。砂漠と 廃墟とか野っていいう意味があるらしいで、すすねななんんでででそののアフリカの方やったら高野高はサハラなんすよで次、このロケット場ですね。このロケット場に関しましては、やっぱりですね。まあ、こちらに映っているという風になりますね。ロケット場ですね。まあ、特にないっしょ。で、次、この川がある、コースがある部分ですね。これはね、どの辺なのかな川が一応、こうやってあるんで、まあ、やっぱりこの右側とか、まあ、それか、まだ映ってない、こっち側ですね。あるのかもしれないですね。ま、同じくこのミサイルが置いているような場所っていうのも、結構これね、よう見ると、そんなに まあ、おのおとなんかそういった感じになりそうなところっていうのは、まあ、このゲームの中にある感じなんで、まあ、そういうものってのが、まあ、実装されてくるのかなっていうふうに思いますね。ミサイルとか発射できるんですかね。あとはこの桜の場所ですね。桜の場所は、もう真ん中、マップ中央に、まこうやって映ってますよね。まあ、こんな感じで、まあ、今出ている、グリーンショットで出ている要素っていうのは、まあ、大方、やっぱりですね、出ているというふうになってますね。どんな感じのマップになるか楽しみではありますよね。まあ、では、まあ、いろんな方が、いろんな風に言われていると思います。まあ、僕以外の動画、 僕の動画とかでも、まあ、今後もですね、いろいろお話しすると思いますので、よろしくお願いします。